どうもチルということで、今回はてれーん見えないけど卵とキャベツと玉ねぎのスープを作ったので、これを食べながら今日の一日について振り返りたいと思います。熱最近出したって動画だ。いただきます。うん、最近熱を出したっていうお話があって、今も喉がちょっとガラガラな感じなんですよ。だから若干聞き取りにくいかもしれないんですけど、まあはい、それで今日の一日なんだけど、今日はとある、あの、私の次の、仕事先のね、面談をしてきました。マジでな、もうここをうまくいってほしいってマジで思ってる。もう次本当に仕事今月決まんなかったらどうなるんだろう。え、リアルに私普通に、あの、実家がね、ありがたいことに帰ってきてもいいよとか、いつでも帰ってきなよみたいな、もう彼が寂しいなら帰ってきなさいみたいな感じで言ってくれるから、本当に帰る形になるかなって思ってる。まあでも引っ越し費用とか考えたら、ここに頑張って居続ける方がいいなとは思うんだけどね。最近でもなんかめっちゃアイディアが出てくる。あ、この動画作ったら面白そうとか、特に寝る前考えすぎてほんと寝れなくなっちゃう。それくらい、あ、やりたいことたくさんあるなっていうのを最近改めて感じてます。うん、では皆さん、こんなにいい友もいるので、今困っていたり何か悩んでる方いたら、本当にその悩みは小さいものだと思ってください。迷っていた君に届かない言葉はいつだって感じる。